ニューストピックスです。石川、富山の食品メーカーや外食店で値上げが相次いでいます。今回はこの話題について経済部の友永記者に話を聞きます。友永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大手メーカーも続々と値上げを発表していますが、地元メーカーにも広がってきましたね。はい、石川の味噌業者9社が作る加賀味噌食品工業協業組合は、大豆や塩のほか輸送費、包装資材の高騰や円安の影響を受け、味噌などの販売価格を8月に7から12% 引き上げると決めました、はい、物価上昇の大きな要因であるロシアのウクライナ侵攻の先行きが見通せない中、両県内で広く知られる一部のカレー、ラーメン店ではすでに価格改定に踏み切っており、県民の財布の負担は増しています、はい、お味噌が値上げなんですね。はい、石川県の味噌生産量の約3分の2を占める加賀味噌食品工業協業組合の担当者は、地元で最も多く味噌を作っているうちが声を上げれば小規模なメーカーが追随しやすくなる、値上げしなければ利益が出ないのはどこも一緒だと、値上げの意図を説明していました、はい、組合によると大豆の相場は2019年と比べると2倍となっていて、仕入れ価格が上昇しています。19年以来の価格改定となり、担当者は丁寧に説明し理解を得たいと話していました。もうやむを得ないですよね。そうですね、大豆と小麦が主原料の醤油メーカーはより深刻な状況となっています。小麦はウクライナが一大産地で、ロシアの侵攻で小麦の国際価格は過去最高値に迫っています、はい、新たな作付けもできず、今後さらに供給不足になることが予想されます。しばらく前にも値上げのニュースがあったように思うんですが、いかがですか。はい、地元の食品業界では一旦値上げを実施したものの、物価上昇が止まらず再値上げを検討する企業も出てきています、はい、ラーメン富山ブラックで知られる麺やいろはを展開する射水市の天高くでは、昨年末から小麦や豚肉の仕入れ値が上昇しました。1月に値上げを実施し、輸入先を変更するなどして急場をしのいでいますが、担当者は7月頃には再値上げを検討せざるを得ないと苦しい胸の内を明かしました。富山名産のます寿司を扱う各店でも値上げが相次ぎ、夏頃に再度の価格改定を告知する店舗もあるようです。はい、今回は経済部の友永記者でした。ありがとうございました。ありがとうございました。